皆さん、こんにちは、グッサンです。今日はこれからの時期、乾燥がピークを迎えてきます。そんな乾燥がひどいこの時期にコスパ抜群で保湿力が長く続く化粧水っていうのを今日は紹介していきたいと思います。で、香りや使用感、内容についても詳しく見ていきたいと思いますので、今日の動画もぜひ参考にしてみてください。皆様のお買い物の参考になれば幸いです。それではやっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきたいと思いますが、コスパ抜群でこの冬に使える今使ってほしいアイテムっていうのを紹介していきたいと思います。そのアイテムは何かっていうと、こちらカルテの HD モイスチャローション 150ml で1980円のものです。で、これは1980円ってことでそんなに安くないじゃんって思われる方もいるかもしれませんが、もちろん1000円以下のものですごく使える化粧水もたくさんあります。ですが、この化粧水は本当に高級なデパコスにも引けを取らないと思いますし、特にね、保湿力っていうのが素晴らしいので、この値段で、この内容であれば、この値段でもね、十分コスパがいい化粧水だと思います。むしろこれだけのものをこの価格で販売してくれてありがとうって思えるぐらいの化粧水だと思います。で、次にこの化粧水のメーカーについてなんですけども、このメーカーの特徴としては、皮膚科で処方される保湿剤のヒルドイドっていうのがあるんですけども、それを作っているマルホ株式会社っていう製薬会社と、あと化粧品大手のコーセーがタッグを組んで作ったブランドっていうのがこのカルテっていうブランドになります。で、このマルホ株式会社っていうのはどういう会社かっていうと、主に皮膚科系の薬を扱っている製薬会社で、大阪に本社を持つ会社です。で、その製薬会社っていうのと化粧品大手が手を組んだっていうことで、お互いのいい部分をね、出し合って作った商品ということで、それが備わったいい化粧水ができたなと感じております。はい、じゃあ次にね、この化粧水はどんなものか見ていきましょう。で、パッケージはこんな感じです。日本特有のデザインというか、製薬会社っぽいデザインというか、万人受けを狙ったねデザインになってるかなという感じです。で、例えば、スリーとか、ビューリーとか、イソップとか、そういったおしゃれ系のブランドが好きな方にとっては、見た目ではね、そこまでテンションは上がらないかなという感じなんですが、まあ、おそらくそこを求めてる方がそんなに多くないっていう理由もあると思うので、まあ、金額的に考えてもそうですけど、そこはね、ちょっとしょうがないかなという部分もあります。で、ここの部分ですね。ここの部分が、なんかシールが貼ってあって、この辺がちょっと安っぽさが出てるかなという感じです。で、蓋はこうやって回して開けるタイプですね。こういう感じです。で、ここに穴が開いていて、こう傾けて垂らすタイプの化粧水になります。で、中身の液体なんですけども、こんな感じで少しだけ白濁していて、まあ真っ白っていう感じではないんですけども、まあ、透明感がある中に少し白が混じってるっていう感じです。で、この液体の質感は、結構とろみがある感じになります。なので全然サラサラはしてないので、サラサラが好きな方にはちょっと向いてないかなという感じです。ただ、この冬の乾燥のピークの時期、これからの時期にはこれぐらいとろみがあった方がしっかり保湿できると思いますので、そのあたりはすごくいいかなという感じです。まあ、なので、とろみが苦手な方もいると思うので、そういう方は薬局とかでサンプルで試せると思いますので、ぜひね、そちらで試してみるといいと思います。はい、じゃあ次に内容成分について解説していきたいと思いますが、成分表を見ながら解説していきます。で、この化粧水は医薬部外品ということで、有効成分っていうのが配合されております。で、赤でマーカーしてあるところがその有効成分になります。で、有効成分っていうのは2種類入っていて、まず1つ目はヘパリン類似物質で、これがこの化粧水の肝となる成分で、皮膚科でもらえる保湿薬のヒルドイドっていうのも、このヘパリン類似物質っていうのが配合されていて、保湿、保水力が高い成分になります。ただ、皮膚科のヒルドイドの保湿剤と違うポイントは、このヘパリン類似物質の配合量が、医薬品と医薬部外品では違っていて、ヒルドイド、医薬品のヒルドイドと比べては、このヘパリン類似物質っていう成分は、配合量は少ないです。なので、それだったら皮膚科のヒルドイドの方がいいんじゃないかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そこはちょっと違います。で、ここをちょっと押さえておいていただきたいんですけども、皮膚科でもらえるヒルドイドっていうのは、ヘパリン類似物質の配合量っていうのが多い分、効果はね、高いんですけども、その分、副作用のリスクがあります。
なので毎日日常使いで使うっていう風に考えると、副作用のリスクも少ないこの化粧水でね、十分保湿できると思いますので、あえて医薬品のヒルドイドっていうのは使わなくてもね、全然いいかなと思っております。で、この化粧水は化粧品大手のコーセーと組んだってことで、医薬品のヒルドイドよりも中身のこの液体の質感とか、他にも保湿力を高めてくれる成分とか、肌なじみがいい成分などが配合されていて、逆にヒルドイドよりも総合的に見ると使いやすいと思いますので、その点がこの化粧水の最大のいいところだと思います。もちろん乾燥がひどすぎて皮膚疾患が起こっている場合とかは、しっかりそういった医薬品のヒルドイドとかね、そういったものを使って保湿をしないといけないとは思いますが、それ以外の日常で使う分であれば、むしろこっちの方がいいと思います。あと、もう一つの有効成分というのを見ていくと、グリチルリチン酸 G カリウムっていうのが入っていて、これは抗炎症作用がある成分です。なので、肌荒れが気になる方にもね、嬉しい成分となります。で、あとはその他の成分というのを見ていくと、青でマーカーしてあるところがね、ざっくりですが保湿成分です。まあ、L セリンとか、L テアニンとか、あと N アセチル L ヒドロキシプロリンとかね、この辺はアミノ酸ですね。で、特にこの N アセチル L ヒドロキシプロリンっていうやつはアミノ酸誘導体って言って、水分保持機能っていうのに優れていて、あとはセラミドとかコラーゲンの合成っていうのも促進してくれるので、とても優秀な成分だし、これが入ってるとね、テンションが上がるような成分でもあります。あとはオレンジでマーカーしてあるところが油性成分で、これらの油分っていうのはエモリエント作用っていうのがあって、肌も柔らかくしてくれると思います。こうした油分も多少入ってるので、本当の純粋な化粧水っていうよりかは美容液に近いような作りになっております。最もこの乾燥する時期っていうのは、これぐらいの化粧水の方が特に肌がね、めっちゃ乾燥するっていう方には向いてるかもしれません。ということで、いろいろ説明してきましたが、注意点がね、一つあって、それは何かっていうと、保湿や肌荒れに関してはね、とてもいい化粧水ってことでしたが、唯一抗シワ作用とかシミを予防してくれる成分っていうのはこの化粧水には入ってないので、アンチエイジングなどにはそんなに向いてなくて、保湿に特化した化粧水になってくるので、そこは頭に入れておきましょう。で、シミとかシワとかのエイジングケアをされたいっていう方は、例えば保湿はこの化粧水でやっておいて、あとは他の美容液とか乳液とかクリームなどでエイジングケアをやるとか、そういったいろんなものを組み合わせてスキンケアをやる方法っていうのもあります。そんな感じで自分に最適な組み合わせっていうのを見つけていっていただけたらなと思います。何かにこの特化した、保湿に特化したものなんですけど、そういった特化したものを使うっていうのも、僕はそのスキンケアのやり方としてはとてもありなやり方だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、この化粧水を解説してきましたが、いかがだったでしょうか。製薬会社と化粧品会社大手のいいところが詰まった化粧水なので、このめちゃくちゃ乾燥する時期にいい化粧水ないかなって探されている方は、ぜひ試してみるといいかなと思います。まあ、でも夏場に使うってなると、ちょっとね、とろみが強かったりするので、もう今の時期に、この今の時期に使うのがおすすめです。ということで、今後も皆様にとって有益な情報っていうのもね、しっかり発信していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日は以上とさせていただきます。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、ということで本日は以上となります。 Twitter も始めましたので、フォローの方よろしくお願いいたします。あと Instagram もやっております。あと今後も皆様のためになるような有益な情報というのを発信していきたいと思いますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。さよなら。